どうもレイです。1月の22日金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日最初にお伝えする話題なんですけれども、今年も甘いぞ雪中キャベツ。雪豪地小谷の冬の特産、積雪1メートル以上、雪の下で甘さ増すという記事をお送りいたします。長野県の小谷村で雪中キャベツの収穫が始まっています。今シーズンはしっかりと雪が積もり、その下のキャベツは甘さを増しています。小谷村の伊織集落、取材した17日は積雪が1メートル以上あったということです。伊織集落では住民が組合を作って農産物を共同生産していて、雪中キャベツは冬の主力商品だそうで、根をつけたまま雪の下に置かれたキャベツは糖度が上がり甘さを増すそうです。暖冬の昨シーズンは収穫時期を迎えても露出したままで商品にならなかったものもありました。しかし今シーズンは重機が必要なほどの積雪です。そしてね、こちらの記者の方が直接掘って取れたての味を味わったそうなんですけれども、野菜というよりもフルーツみたいだそうです。伊織農業生産組合の藤原さんは、今年はしっかりと雪がかぶっていていい感じになった、品質的には大変良いと語っております。ただ上場はできないんですが、この特産品にも新型コロナウイルスの影響が及んでいるそうです。緊急事態宣言もあって、都内の飲食店などからの注文が減少しているということです。収穫は来月いっぱいまでで、集落の交流施設雪割荘で注文を受けていて、組合長は果物のような甘さの雪中キャベツを今シーズンも多くの人に味わってほしいと話しています。伊織農業生産組合の藤原さんは、冬に新鮮な野菜は取れないと思いますので、新型コロナに負けない免疫力を高めるというところで食べていただければっていうふうに語っています。こちらのね、記者の方はフルーツのような甘さだっていうふうに語っていますね。そんなフルーツのように甘いキャベツ、一度食してみたいものです。今回このようなね、コロナ騒ぎで注文量が減っているということなんですけれども、ぜひともね、インターネットの力を使ってネット販売っていう形に持ってかれないかなっていうふうに思います。農業関係問わず様々な業種では現在ネットでの販売というものに力を入れているところが非常に多くなっています。こういう時だからこそ、インターネットでのネット販売というものにね、力を注いでいただきたいなっていうふうにも思いました。それでは1月の22日、今日は何の日をお送りいたします。ジャズの日。東京都内の老舗ジャズクラブ、バードランド、サテンドール、オールドオブミークラブのオーナーらによるジャズデー実行委員会が2001年から実施。ジャズの JA がジェニアリ1月の先頭2文字であり、 ZZ が222に似ていることから来ているそうです。ジャズのファン層の裾野を広げるために、ライブコンサートなど様々な PR 活動が行われているということです。それでは次です。カレーライスの日。カレーの日。1982年のこの日、学校給食創立35周年を記念して、全国学校栄養士協議会が学校給食試食会を実施。全国の小中学校の児童約800万人にカレーライスの給食が出されました。この日を全国一斉献立カレーライスの日としました。1976年に正式導入された米飯給食の普及にも大いに貢献し、不動の国民食として地位を獲得しました。またカレーを製造する事業者の全国団体である全日本カレー工業協同組合がこの日をカレーの日と制定しています。そしてカレーライスについてね、少し記述がありまして、インド料理をもとにイギリスで生まれ、日本で独自に変化しました。イギリスではカリー&ライスやカリードライスと呼ばれます。日本語では略してカレーと呼ばれることが多いです。そしてもう少し深い話をしますと、当時イギリスはインドを植民地としておりました。そのインド人がね、食べている料理を見て、イギリス人がそれは何だというふうにね、尋ねたそうです。その時にインドの方はカリと答えたそうなんですよね。それがカレーとなってイギリスに伝わったそうなんですけれども、実際このカリというのはご飯とスープを混ぜたものっていう意味だそうです。だからインドのカレーというのはスープ状になっているんですね。これがイギリスに渡りまして、イギリス人の口に合うように小麦やジャガイモなどを使ってとろみを加えました。
ただこの時にイギリスで食べられていたカレーというのは具材は牛肉だけだったそうです。そのカレーが日本に伝わると日本人好みに玉ねぎやじゃがいもや人参というものをね具材として入れるようになりました。それが現在の日本のカレーです。それでは次です。飛行船の日、1916年のこの日、初の国産飛行船である陸軍の夕日号が所沢から大阪で飛行実験を行いました。夕日は大日本帝国陸軍の軍用航空船です。実験飛行は途中中間点の豊橋に着陸してのものでした。所要時間は合計11時間34分。なお、所沢への機関飛行は機関不調のため行わず、機体を分解し陸送されたということです。皆さんの中で飛行船っていうのにね、乗られた方はいらっしゃいますかね？私がね、小さい頃からね、この飛行船っていうもの、一度乗ってみたいなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、未だに夢叶わずというところです。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。